私の名前はカナ。現在、父と母と兄と一緒に実家で暮らしています。父は昔から私たち家族を支えるためにたくさん働いていて、ついには体を壊しがちになってしまいました。そんな父を支えるために、私は自分の特技を生かし、仕事をするようになりました。学業の傍ら、私は興味があることはどんどん学んでいきました。大学を卒業させてもらえた私は、現在28歳で、自宅で仕事をしつつ、家事をしています。父も体を酷使して、体を壊しがちにはなりましたが、母がもともと体が弱いので、できるときは積極的に家事を手伝うようにしていました。そして、私の頑張りに気づいていて、いつも私をねぎらってくれる存在がいます。それは、私の実の兄の明憲です。明憲兄さんは私と同じく父に大学まで通わせてもらっていて、父にはとても感謝しています。しかし、兄の仕事は出張が多く、海外にも行っていることがあるので、基本的に家にいることはあまりありません。そんな仕事なので、一人暮らしをしてアパートを借りるよりも実家で暮らした方がお金が浮くということで、兄も実家暮らしをしています。いつも父さんと母さんのことを気にかけてくれてありがとう。俺も働いていることは働いているんだけど、その…兄が渋い顔をしました。私も兄の状況を分かっているので深く追求しませんでした。母も父も兄の状況はよく分かっているので何も言いませんでした。兄のことを困らせている状況というのは、兄の婚約者のいろはさんに関することです。いろはさんと兄は2年前から付き合っていて、半年前にいろはさんの方から逆プロポーズしてから婚約関係になりました。しかし、婚約をしてからいろはさんは兄に対する要求がどんどん増していったのです。まず結婚式のことだったのですが、兄はそれ相応の結婚式を挙げたいと思っていたのですが、いろはさんは友達の中で一番豪勢な結婚式を挙げたいと言い張って聞かないのです。しかも結婚式は絶対に海外、友達もたくさん呼びたいと言っているみたいです。さすがに海外での結婚式に友達をたくさん呼ぶとなると、旅費もすべて招待する側が払うので大変なことになります。なので兄が、さすがにそんなお金をいろはも払えないだろうと言うと、いろはさんはきょとんとしてから、私のお金が関係あるの？結婚式のお金を払うのは明憲でしょ？明憲がたくさんお金を出してくれれば私は関係ないじゃんと言ったのです。なんと、いろはさんは結婚式のお金をすべて兄に出させるつもりだったのです。兄はそれにびっくりしましたが、もともといろはさんは人に甘えるのが得意で、兄もそれにほだされてしまった人間だったので払うと言ってしまったみたいです。そのせいで兄は今残業をしたり出張を増やしたりと、たくさん稼ぐために頑張っています。体を壊したりしないか心配ですが、結婚式のためにお金を稼いでいるので、私も両親もハラハラしながら兄を見守っています。父も母も大変だろうから実家にお金を払ったりしなくていいからと言っています。なので兄は私と両親に対してたびたび申し訳なさそうな顔をします。しかし、そんな兄の努力もようやく実を結ぶことになります。やっとお金が貯まり、兄といろはさんは海外で結婚式を挙げました。いろはさんが考えていたよりも招待客が少なくなってしまったみたいですが、その分日本に帰った後は友達をたくさん呼んで披露宴をするつもりみたいです。私も両親も兄の結婚を心から祝福しました。これから兄も幸せな生活を送ることができるんだ。私も両親もそう思っていました。しかし、兄が結婚した妻のいろはさんはとんでもないモンスターだったのです。結婚した兄夫婦は結婚式が終わり、新婚旅行が終わると、そのまま二人でアパートでも借りて暮らすと思っていたのですが、2ヶ月も経たないうちに兄が申し訳なさそうに我が家にやってきました。
その隣にはいろはさんもいます。相談したいことがあるんだと、げっそりとした顔で兄が言うと、それを遮るようにいろはさんは身を乗り出しました。私たち今日からここで暮らしてもいいですか？はい。私も両親もびっくりしました。彼女たちは新婚夫婦です。わざわざ同居する必要などどこにもありません。むしろ新婚期間なのですから、二人で日常を楽しめばいいのに。しかしいろはさんはこの家で暮らす気満々です。私早く理想のマイホームに住みたくて、でも家賃を払って生活してるとなかなかそういうお金たまらないみたいで、だから秋のりの実家で暮らせばお金の節約ができると思ったんです。確かに私も両親も兄のことを心配していて、実家で暮らしているときは生活費などは支払わなくてもいいよと言っていましたが、さすがに新婚夫婦を家に住ませるとなると食費も増えますし、何よりも気を使います。母も父も渋い顔をしていましたが、いろはさんの推しが強かったのと、兄が本当に辛そうな顔をしていたので、私たちは二人を受け入れることにしました。しかしそれが間違いだったと気づくのに時間はかかりませんでした。ねえかなちゃん、かなちゃんって毎日家にいるよね。家事ちょっとしたら自分の部屋にこもるよね。一体何をしてるの？お仕事をしてるんです。お仕事？ああ、お仕事ね。最近流行ってるよね、その言葉。推しの配信者とか言って投げ銭とか頑張ってるってことでしょ？すごいよね。リアルで恋人がいない人がよくやってる印象だけど、かなちゃんもそうなんだ。配信者？そういうのがあるのはもちろん知ってますし、関わってはいますけど。あ、やっぱり？でもな、かなちゃんみたいな子がずっと家にいてお仕事ばかりしてるのはな、ちょっと外分が悪いかな。いろはさんは私が家にいることをあまりよく思っていないみたいです。兄はというと、新婚にもかかわらず家にいることはあまりありません。出張や残業が多いとその分お金を稼げるので、いろはさんがそうするように兄に指示をしているみたいでした。たくさん働いている兄と比べて、いろはさんは毎日遊んでいるようでした。兄が出張で家に帰らないときは、友達と飲み会をしてくると言って朝まで帰ってこないこともありました。飲み会をしてそのまま友達の家に泊めてもらっているみたいです。兄が頑張って働いているのに、いろはさんがこんなに自由気ままでいいのか、私には疑問でした。いろはさんが兄に対して要求がすごいのは理解していましたが、その要求が私や両親にもされるようになりました。ねえねえ、一緒に住んでるんだから気になることは言っちゃうけどさ、かなちゃんって部屋で音楽流してる時あるよね。あれやめてほしいんだけど。え？ちゃんと音楽を流す時は扉を閉めていますし、防音もしてるんですけど。ああ、私よくかなちゃんが怪しいことをしていないかどうか見張るためにかなちゃんの部屋の扉を開けるから全く防音になってないわよ。はい？私が作業に集中している間に、いろはさんは勝手に私の部屋の扉を開けているみたいでした。私は作業を盗み見られている感覚がして、とても気味が悪くなりました。それだけではありません。いろはさんは私と母が作る料理について文句を言うようになりました。お母さんもかなちゃんも薄い味が好きなのかな？私はもうちょっと濃い味が好きなんだよね。ちゃんと味覚機能してる？ちょっと私心配してるんだけど。心配というよりは文句です。料理に関しては私と母が作っているだけで、いろはさんは一切手伝ってくれません。皿洗いぐらいはしてくれるかと思ったのですが、
皿洗いも買い物もしてくれません。頼んではいるんですが、お母さんとかなちゃんがいるでしょうと言って自分はやろうとしてくれません。まるでお姫様にでもなったかのような振る舞いでした。そんないろはさんがある日、朝からイライラとしていました。昨日の夜、兄とちょっとした言い合いをしていたみたいなので、それでイライラしていたのでしょう。どんな言い合いをしているのかわかりませんでしたが、それが原因で彼女の顔が怖くなっているに違いありません。すると彼女はなんと、その苛立ちを私にぶつけてきたのです。ちょっとさ、かなちゃん、前から思ってたんだけど、どうしていつまでもごくつぶしがこの家にいるの？はい、ごくつぶし？いろはさん、いきなり何を言ってるんですか？自分でもわかってるんでしょ？独身で、さらにニートなんて生きてる価値がないって。私は、いろはさんが言っている意味がわかりませんでした。いろはさんは、苛立ちながら、私のことを睨みつけてきました。この家に、私と秋のりと義両親以外がいるのって、すごく迷惑なんだよね。あんたがここにいると、秋のりの稼ぎがあんたの生活費に使われちゃうもの。秋のりの稼ぎは、すべて私との生活のためにあるのに。結婚したら、片方が頑張って働いていても、もう片方に、稼ぎを取られてしまうのでしょうか。きっとそんなことはないのでしょうが、いろはさんは兄の稼ぎが自動的に自分のものになると考えているみたいです。そして大きな勘違いもしているみたいです。私は思わず黙ってしまいました。いろはさんはさらに私のことを怒鳴りました。独身ニートは早く出ていけ。ここにあんたの居場所はもうないの。私は少しだけ考えました。確かにここに暮らし続けることもできますが、実家も古くなってきてガタが来ているのがわかります。父さんと母さんのことを考えると、体がさらに弱った時のことを考えた家に引っ越したいと思っていたところです。それに何よりも、いろはさんとこれからも一緒に暮らし続けることは、私にとっても両親にとっても精神的によくありません。何よりも、これ以上いろはさんと一緒にいることで兄まで体を壊してしまう可能性もあります。なので私は思いました。本当にいろはさんの言う通り、この家を出て行った方がいいんじゃないかと。お金もありますし、タワマンでも買ってそこに住もうと考えました。わかりました。準備ができたら引っ越しますね。私がそう言うと、いろはさんは機嫌が良くなったのか、鼻歌を歌いながら自分の部屋へと帰っていきました。その日、いろはさんは友達と一緒に食事をしてくると言ったので、夕飯の席で私は兄と両親にいろはさんから言われたことを話しました。いろはさんが私のことをニートと思っていることと、そんな私に対して家から出て行けと言ったことを話すと、父も母も兄も難しい顔をしました。さすがに兄もこれにはいろはさんと結婚した負い目を感じていたみたいで、ごめん、俺がいろはと結婚したせいでこんなことになって、そもそも俺といろはがこの家に来なかったらよかったのに、と言い出しました。そんな兄の目にはクマができており、最近の兄がとても疲れているのが目に見えてわかりました。一緒に暮らしている私も両親もいろはさんには手を焼かされていますが、何よりもそんないろはさんと結婚している兄が大変なはずです。私も両親も、秋のりは悪くないと兄のことを慰めました。出て行けって言われたから、いい機会だし引っ越そうと思うの。タワマンでいい場所を見つけたから、そこの部屋を買おうと思ってるんだ。よかったら兄さんも来ない？俺も？でも俺が一緒だといろはもついてくることになるし。兄は申し訳なさそうな顔をしました。それなんだけど、私、兄さんはいろはさんと離れた方がいいと思うの。え？これは私の想像でしかないから、これから調べるかどうかは兄さん次第になるんだけど、怒らないで聞いてね。
そして私は前から考えていたことを兄に話しました。兄は最初は驚いていましたが、私の話を最後まで聞いてくれて、考えてみると言ってくれました。それから私たちはいろはさんの言う通り、家を出るために荷物をまとめたり、タワマンの購入を進めたりと忙しくしていました。たまにいろはさんが、いつになったらかなちゃんはこの家を出ていくの？と聞いてきたので、今は頑張って準備しているのでもう少し待っていてくださいね、引っ越しってやることが多くて大変なんですよ、と言っていろはさんの言葉をのらりくらりと交わしていました。そしてやっと私が家を出る日、いえ、私たち家族がいろはさんのことをこの家に置いて家を出る日になりました。もちろん兄の荷物もまとめてあり、あとは引っ越し業者のトラックを待つのみです。しかしいろはさんは鈍感なのか、兄が隠すのがうまいのかは分かりませんが、いろはさんは兄の荷物がまとめられていることに全く気づいていません。やっとこれでかなちゃんがこの家から出て行ってくれるのね。かなちゃんが出ていくからお父さんもお母さんも浮かれて模様替えを始めてたし、私もウキウキしちゃったわよ。どうやらカーペットなどをまとめたりカーテンを外したりしているのを彼女は模様替えだと思っているみたいです。実際は引っ越しをするので取り外したり片付けたりしているだけなのですが、するとお母さんがウフフと笑いました。あら、カナだけじゃないわよ、私もお父さんも一緒にこの家を出ていくのよ。はい？お母さんの言葉にいろはさんは固まりました。本当に私だけがこの家を出ていくと思っていたのでしょう。どういうことですか？出ていくのは独身でニートのかなちゃんだけでしょう？私はお仕事をしているって言いましたよね。でもそれって配信者を押したりするお仕事ってことでしょ？どうしてそういう意味で受け取ったんですか？普通に仕事をしてるんですよ、私は。嘘よ、かなちゃんずっと家にいるじゃない。だって在宅ワークをしていますから。ああ、在宅ワークだから稼ぎがないってわけでもありませんよ。多分在宅ワークを始めてから9000万は稼ぎがありますし。9000万？いろはさんは知らなかったかもしれないですけど、生活費を出していたのも私だったんですよ。私の言葉にいろはさんは口をパクパクとさせて驚いていました。この話は兄からしてもらっていると思っていたのですが、兄は兄で仕事が多忙すぎていろはさんに話す機会を失ってたみたいです。ごめんなさい、あなたが生活費を稼いでるとは知らなくて。でもだからってお母さんとお父さんも連れて出ていくなんてひどいわ。いろはさんはお母さんとお父さんの方を見ました。しばらくの間一緒に暮らしていましたが、いろはさんは私の両親を気遣う素振りを見せたことはありませんし、家事も私たちにやらせていました。母はふふふと笑いました。私たちと一緒に暮らしたら家事をしてくれる人がいると思ってるみたいね。あなたみたいな人と暮らすのは嫌よ。母の言葉にいろはさんは顔を赤くしました。そしてすぐそばにいた兄の袖をつかみます。いいわよ、この家で秋のりと一緒に暮らすから。そう言ったいろはさんの手を兄は振り払いました。拒絶されるとは思っていなかったみたいで、いろはさんはキョトンとしていました。え？秋のり？俺も一緒にこの家を出ていく。あとこの家も売ることになったから、お前も近々出ていくことになるぞ。え？どうして？私とあなたは夫婦なのよ。私にこの家を出ていけって。もしかして理想のマイホームのためのお金がやっと貯まったの？そんなわけがないだろう。あんなに結婚式にお金をかけておいて、新婚旅行にもお金をかけて、さらに
大きな広い家に大きな庭にプールって。自分は少しも働かないくせに、高望みしすぎだって気づかないのか。そんなに兄にわがままを言ってたとは。私は開いた口が塞がりませんでした。どうして働いてもいないし、家事もしていないのに、兄に対してそんなにわがままになることができるのでしょうか。私にはさっぱりわかりません。しかも極めつけは、俺に仕事ばかりをさせておいて、自分は浮気をしているなんて、お前最低すぎだろ。何のことよ、浮気なんてしていないわ。兄は写真をテーブルの上にぶちまけました。そこには、いろはさんの浮気現場が写っていました。複数人の男性と浮気をしているということが、更新所の調べで分かったのです。確かに兄がいないときに朝帰りをすることもあり、怪しいと言ったのは私ですが、彼女がここまで見境のない行動をしているとは思いませんでした。兄は私からいろはさんが怪しいという話を聞き、更新所に依頼して浮気の証拠をつかんだのです。俺はお前に慰謝料を請求して離婚する。そんな、一度の浮気くらい許してよ。お金もない秋のりが好きな私がしたことなのよ。許してくれたっていいじゃないの。一度や一人の頻度でも人数でもないだろうが。何をどう考えたらそれが許されると思ってるんだお前は。兄は思わず声を荒げました。兄はもうすでに離婚や慰謝料の件を弁護士に相談しているみたいなので、兄といろはさんが離婚するのは確実でしょう。案の定、いろはさんは何もしない生活を気に入っているのか、離婚したくないとダダをこねましたが、兄はそれを冷たくあしらいました。引っ越し業者のトラックが来て荷物を運んでいくと同時に、兄が呼んでいたいろはさんの両親が来て、私たちにペコペコと頭を下げながらいろはさんを捕まえて帰っていきました。どうやらいろはさんの両親はいろはさんのわがままっぷりと浮気の様子を兄から全部聞かされて、まさかここまで我が子がやらかすとはと戦慄したみたいです。いろはさんの両親は私たちに平謝りして、一括で兄に対して慰謝料と兄が今まで頑張っていた結婚式代や新婚旅行代を、時間がいくらかかってもいろはさんに支払わせると言ってくれました。離婚もいろはさんの両親のおかげでスムーズに進んだみたいです。今では兄はいろはさんのために頑張って稼ぐ必要もなくなり、自由気ままな生活を送っているみたいです。暮らす場所がマンションに変わっても、相変わらず私たちは家族で仲良く4人で暮らしています。そろそろ私も両親にいい人を紹介できるといいなぁと今は考えています。私の名前はナミ。現在29歳の在宅ワーカーです。夫のヒロキとは恋愛結婚をしたはずなのですが、どうやら夫のヒロキは妻の私よりも自分の母親、私にとっては義母の方が好きみたいです。もともと私はそこまで愛想がいいわけでもなく、顔が可愛いわけでもないので、今まで一人の男性に何度も告白をされるという機会もありませんでした。しかしそんな私に対してヒロキが何度も、結婚したい、君が料理を作ってくれたら俺は嬉しいと言ってきたのです。その言葉を最初は冗談だと思っていたのですが、ヒロキの方は本気だったみたいで、冗談かと笑ったら、冗談じゃないんだと真剣な表情で言われたのです。私とヒロキは同じ会社で、入社して5年で出会いました。ヒロキが本社にやってきた時に本社に勤めていた私と出会ったのです。
その後はプロジェクトなどを一緒に担当していくうちに互いの大切さに気づきました。そして私と彼は付き合い始め、結婚の話をし始めました。ひろきは家のことができないから、ナミさんは仕事を辞めて家庭に入ってちょうだいね。ひろきは家に誰かがいないと嫌がるのよね。義母のゆきこさんは初めて会った私にそう言いました。その時はひろきも本社に移動するんじゃないかという話が出ていたので、私が専業主婦になっても大丈夫だろうという予感がありました。その予感が外れるのですが、とにかく結婚前の私はこれからの私とひろきの輝かしい結婚生活ばかりを想像して、最悪な想像などは一切しなかったのです。その結果、彼とは同棲生活をすることなく結婚式を挙げ、籍を入れて、私たちはアパートの一室で新婚生活を送ることになりました。しかし、そのアパートでの新婚生活を早速お母さんが邪魔してきたのです。あら、この家具の趣味はひろきのものじゃないわよね。もしかしてナミさんの趣味かしら？あ、はい、そうなんですよ。モノクロの家具が好きなので。お母さんはモノクロの小さな棚を見ると首をかしげました。ひろきが仕事中にアポなしで来たと思ったら、早速お茶を出してちょうだいと言い出して、私がお茶とお菓子を用意している間にリビングを歩き回っていました。ひろきの趣味じゃないから捨てておいてちょうだい。はい。聞こえなかったかしら？この棚はひろきの趣味じゃないの。あなたも妻だったらひろきの趣味に合わせないとダメでしょ。でもその棚はひろきと一緒に見に行って、彼もいいねって言ってくれたんですけど。私が反論するとお母さんは大きなため息をつきました。あのね、そんなの私のひろきが優しいから仕方なくはしゃいでいるあなたに合わせてあげただけなのよ。でも優しくしすぎると嫁なんてつけ上がるだけだって私は分かっているから、あなたには容赦しないつもりよ。ということで、この棚は処分しておいてちょうだいね。次来た時に処分していなかったら、私が何とかして壊してゴミ出ししておくから。私はびっくりして固まってしまいました。ひろきの趣味じゃない家具があるからって、わざわざ私が気に入って買った家具を処分しろというのはどうかと思います。お母さんと一緒に生活をしているわけではないですし、その家具はひろきのお金で買ったものではありません。なので口を出されるのはとても嫌だったのですが、お母さんの口調があまりにも冷静で、きっと私がお母さんに反論をしてもそれを無視して棚を壊そうとするのは予想できました。なので私は考えておきますと言いました。数日のうちに自分の部屋に家具を運んでおこうと思ったのです。しかしその前にすべきことがありました。お母さん、今日何も言わずにいきなり来ましたよね。私にも予定があるのでいきなり来られると対応できない時があるんですけど。はあ？専業主婦のくせに予定があるの？ずっと家にいるばっかりなんだから他にやることもないでしょ。私の相手ぐらいいつだってできるでしょ。専業主婦でも買い物とか他の家事とかありますから。あんた若いんだから動き回ってないといけないでしょ。私が仕事を増やしてあげるって言ってるの。目上の人への対応も今のうちに学んだ方がいいわ。仕事を増やされるのは非常に迷惑なのですが、どうやらお母さんは私が困っているのを見たいみたいです。最初は本当にお母さんが間違った善意で私のやることを増やすのかと思っていたのですが、お母さんがトイレに行っている時にお母さんのスマホの画面が表示されたままだったのです。
お母さんが食い散らかしたお菓子を片付けるときにちらりと見たとき、お母さんが LINE で知り合いに、あの可愛くない愛想もない嫁の困った表情を見るとスカーッとするのよね。私からひろきを奪ったんだから、これからもたくさん困らせてやらないと。このまま嫁を困らせてひろきと離婚してくれたら私もハッピーよ、と送っていました。結婚の挨拶の時は私のことを素敵なお嬢さんと言っていた義母は一体どこに行ってしまったのでしょうか。最初から私はお母さんに歓迎されていなかったのです。しかしそんなお母さんの思い通りにはなりたくありません。私はなんとかひろきとは離婚しないようにしようと張り切りました。そのためには私しか家にいないときにお母さんの訪問をやめてもらおうと思い、ひろきにお母さんの突撃訪問のことを相談しました。しかしひろきは、母さんも俺が実家を出たから寂しいんだよ、その代わりナミが嫁として来てくれたから娘が増えたと思って今は構い倒したいんだろ、それぐらいちょっと我慢してくれよ、と言いました。お母さんが私の困った顔を見て楽しんでいると言っても、ひろきは全く信じてくれませんでした。嫁である私よりも今まで一緒に暮らしていた母親の方が信じられるみたいです。早くも心が折れかけていた時、ひろきからとんでもないことを言われました。俺クビになったからしばらくは新しい仕事を探さないといけない、だからナミには在宅ワークをしてほしいんだ、専業主婦はやめないでくれ。私はひろきが何を言っているのか分かりませんでした。在宅ワークは仕事ですから、仕事をしていたら専業主婦ではなくなるのでは。しかしひろきは私に仕事をしてほしいものの、私が家を出ることを許可したくないとわがままを言い始めたのです。詳しく聞いてみると、結婚などの話をした時に彼の母親が、妻は家にずっといるべき、働くなんて言語道断だよ、と言っていたので律儀にそれを守ろうとしているみたいです。私は呆れてしまいましたが、これで無職になったひろきを助ければ家の中での私の株が上がり、ひろきにもお母さんにも認められると思いました。そうすれば今のようにお母さんにいびられることもなくなりますし、ひろきも私の存在をありがたがってくれるでしょう。ということで私は在宅ワークの仕事を探しました。幸いなことにお母さんに突撃されている間は時間がありませんでしたが、お母さんがいると仕事にならないと私が言うと、ひろきもお母さんに家に来ないようにと言ってくれたので一人の時間が増えました。在宅ワーカーとして働いている知り合いにも連絡して、在宅ワークについていろいろ聞いて、私は慣れないながらも在宅ワークを始めました。3ヶ月も経つと、ひろきが稼いでいたお金だけで生活するのもなんだか怖くなってきましたが、ひろきの新しい仕事が見つからないのに比べ、私はそれなりに稼ぐことができました。ちょうどリモートワークを導入している会社に就職できたのです。なので私は家にいながらちゃんと会社で働いていることになります。貯金もあるので家のことをそこまで心配することもないでしょう。しかしそのせいでひろきは、早く就職しなきゃと思わなくなったみたいで、なかなか新しい仕事を見つけてきません。ハローワークで求人などを見てきても、前の会社よりも給料が低そうだ、休暇が少ないなどと言って高望みをするのです。前に勤めていた会社にいる元同僚に話を聞いてみたところ、ひろきは本社にやってきたもののあまり仕事ができない人間だったみたいです。確かに一緒にプロジェクトに参加していた時、彼はとても意欲的だったのですが、これはこうした方がいいんじゃない？
口を出すだけで作業は他の人に任せていたと思います。そのようなことを普段の業務でもやっていたのでしょう。クビになったと言いましたが、何がどうしてクビになったのかは一度も教えてくれないのです。私はひろきに対して不信感を募らせていました。彼がクビになった理由を知ろうと、元同僚に詳しい話を聞きたいと会う約束をしていた時、事件は起こりました。その日は土曜日で、いつも昼まで寝ているひろきが珍しく朝早く起きてきて、私と一緒に朝食を食べました。きちんと着替えているので、もしかしたら仕事を探しに行くのかと思いましたが、朝食を食べ終わった頃にお母さんがやってきたのです。お母さんの手には大きなキャリーケースがありました。お母さん、どこか旅行にでも行くんですか？ええ、ひろきと熱海に行くのよ。ひろきは今長期休暇をもらっているみたいだから、1週間も旅行に行くのよ。え、旅行？そのお金って？もちろんひろきが全額出してくれるわ。親孝行だって言われたのよ。本当に私はいい息子を持ったわ。あ、嫁選びは失敗しちゃったみたいだけどね。旅行のお金を全額、それも熱海旅行を1週間分。そのお金は一体どこから出ているのでしょうか？確かにひろきが稼いで貯金したお金はまだ残っていますが、まさかそれを使い切ろうと思っているのでしょうか。私は絶句してしまいました。彼がクビになり、私が頑張って働いている中、仕事をより好みして探さない彼に私はイライラとしていたのですが、ここまで来ると堪忍袋の尾が切れそうでした。お母さんに対しては長期休暇なんて言っているみたいだから、きっとお母さんには無職になったことを話していないのでしょう。私はどんどんひろきに対して不信感が募っていくのが分かりました。どう考えても彼は仕事をしたくなくて逃げているだけです。今はもう私が家計を支えているというのに、彼は家事をしませんし、すべて私に押し付けてきます。こんな旦那いる？一人暮らしの方が絶対に楽じゃない？私の頭にそんな考えが過ぎました。お母さんは私が心の中で何を考えているか知らないまま、ああ、ナミさんは旅行には呼んでないわよ。だって最近はあなたがわがままを言って私を避けているじゃない。そんなんじゃ仲のいい家族だなんて言えないわ。私、家族以外とは旅行しないって決めてるのよ。と言ってひろきの手を取ってさっさと家を出て行きました。ひろきは気まずいのか終始私から目をそらしていました。二人とも新幹線に乗って暇になったのか、お母さんから旅行に行けない私を煽るような文面が何度も届きました。かわいそうにね、私に優しくしないから悪いのよ。旅行に行きたい？行きたいわよね。旦那と旅行なんて新婚旅行以来行ってないって聞いたわよ。もし同居するなら次は連れて行ってあげるわ。ひろきと結婚してから一度も旅行なんて行ってません。旅行をしようとひろきのことを誘っても、その間家のことはどうするんだとおかしなことを聞かれました。私とひろきの二人で旅行に行くんだから家のことは関係ないと言っても、彼は家が心配だし、いつも旅行に行くときは実家に誰かがいて留守番してたからというのです。義母がひろきは家に誰かいないと嫌がると言っていた言葉の意味が分かったような気がします。彼は何をしていても家に誰かがいると思いたいのです。そうでないと安心できないのです。そうなると私は
どうなるのでしょう。彼と二人で暮らしていて、ずっと家にいるばかり。これでは鳥かごの中の鳥です。私はもうこんな生活には嫌気がさしました。だからお母さんからの連絡に後悔しました。夫とは離婚するので結構です。私はスマホの電源を切って、前にお母さんが用意して私に見せつけてきた、ひろきが記入済みの離婚届を取り出して、自分の欄を記入して役所に出しに行きました。あとは自分の荷物をまとめて実家へと送りました。今回の話を私の両親にしたら、帰ってこいと言われたので甘えることにしたのです。この家の名義は一応ひろきですから、私が部屋を引き払うような手続きもありませんでした。最近の家賃に関しても、ひろきの口座から引き落とされるので、私が家賃をひろきに渡して、ひろきが口座にお金を入れるという関係を続けていました。これからは家賃を彼に渡さなくてよくなると思うと、せいせいしました。荷物をまとめるのは父も来て手伝ってくれました。すると私の父から義父に話が行ったみたいで、義父は飛んでくるとすぐに私に土下座をし始めました。今思えばお母さんとひろきが旅行している間、いつも義父が義実家で留守番をしていたのでしょう。義父は空気のような男性でした。お母さんに表立って意見することもできず、完全に尻に敷かれているような人でした。だから今回のことも離婚騒動になるまで止められなくてすまないと謝られました。私は離婚を止められないのであれば別にいいと言って、お父さんには帰ってもらいました。お父さんは私とひろきに離婚しないでくれということもなく、とぼとぼと帰っていきました。そして私が実家に帰ってから数日後に、熱海旅行からひろきとお母さんが帰ってきました。ひろきはすぐに家の中の様子が違うことに気づいて、私に慌てて連絡しました。どういうことだ、ナミの家具が全部なくなってるんだけど。というので私は、あれ、お母さんから聞いてないの？私とあなたは離婚したのよ。だからその家に私がいる必要もないの。離婚って、あれは冗談かと思って。どうやら私が離婚しますと送った後、お母さんとひろきはそれを見て、離婚なんてするわけがないと笑っていたみたいです。私が冗談を言わない性格だということはひろきもよく知っていると思うのですが、妻が離婚すると言ったことよりも母親との熱海旅行を優先させるところを見ると、もう私たちの夫婦関係は終わったも同然ですね。私はため息をつきました。もう私は家賃も生活費も払わないし、そこには戻らないから、これからの生活はあなたたちでどうにかしてちょうだいね。困るよ、ナミの稼ぎがなかったら俺は暮らしていけないじゃないか。3ヶ月以上も休んだんだから、もうそろそろちゃんと働いたら。あなたより好みできるほど仕事できないんだから。仕事ができないくせに他の人に仕事を押し付けて威張っていたら問題になるに決まってるでしょ。しかも俺は仕事ができる男だって新入社員の女性に詰め寄って、一体何をしているの、恥ずかしいことをしないでちょうだい。どうしてお前がそれを。ひろきがのんきにお母さんと熱海旅行に行っている間に実家に引っ越しが完了した私は、元同僚と食事に行ってひろきの首の件で話したのです。仕事ができない、遅刻はする、それなのに偉そうにする、しかも新入社員に手を出そうとして問題になる、こんな社員を会社が雇い続けたいと思うわけがありません。彼がクビになったのも納得です。それにこの理由で
会社をクビになったのなら就職もまともにできないでしょう。家事もしないのにぐうたらとこれからずっと私の稼ぎで過ごされるのも嫌です。こんないい加減でだらしない母親にべったりの男とはさっさと縁を切った方がいいです。俺のこと愛していないのか、俺が困っているのに俺のことを見捨てるのか。は？あんたには私よりも大切なお母さんがいるからいいじゃないの。これからもお母さんのことを家に何度も連れてきて、お母さんとだけ旅行に行けば。私はもうあんたとは離婚して赤の他人になったから関係ないわ。そう言って私は電話を切りました。財産分与できるものも少額だったので、さっさと私とひろきの関係は終わりました。しかし無職のひろきがアパートの家賃を払い続けることができず、彼はアパートの部屋を引き払いました。それからひろきは実家に帰り、お母さんはひろきが離婚して帰ってきたことを喜びましたが、ここからが地獄の始まりだったのです。なんとお母さんとひろきの今までの行動や態度に耐えかねたお父さんがお母さんに離婚届を突きつけたのです。お父さんはまだ現役で働いていましたが、お母さんは専業主婦でひろきは無職なのに、いきなり稼いでくる人間を全員逃してしまったのです。お母さんはもちろん離婚は嫌だと言ったのですが、お父さんは固くなに離婚を譲りませんでした。そしてお父さんは実家を二人に譲って家を出て行きました。私としてはひろきと離婚できただけでもよかったのですが、離婚したことで義母を喜ばせるだけなのは嫌だったので、お父さんのファインプレーに胸がスカーとしました。その後もちろん光熱費やその他もろもろのお金を支払うためにも、お金が必要になったひろきとお母さんは働くことになりました。お母さんは職歴もなかったので家から近いコンビニで働き始めましたが、今では自分よりも年下の学生に怒られながら仕事をしているんだとか。ひろきの方は前の会社でやらかしたことを気にしない男ばかりの職場に入り、体育会系の職場で毎日ヒーヒー言いながら仕事をしているみたいです。前までは私のもとに何度もよりを戻したいとひろきから連絡が来て、お母さんからは私たちのことを助けなさいと上から目線の連絡が来ていましたが、私もスマホを新しく買い替えたので二人からの連絡を見ることがなくなりました。私の実家に二人が突撃してくるかもしれないと思ったので、私はさっさと一人暮らし用の部屋に引っ越しました。仕事や家事をしている時に突撃してくる人もいませんし、家事をしないくせにずっと家でぐうたらしている人もいない一人暮らしは思っていた以上に最高でした。今度お休みをもらって一人で熱海旅行に行こうと思っているところです。